この動画では岡田選手が怪我をした際のショッキングな映像や画像が流れてきますのでご注意ください。皆さんこんにちは。今季からサイドスローへと転向し、中日の守護神となるべく開幕に向け練習試合に勤しんでいた時に事件が起きました。練習試合中に右大腿骨骨折という大怪我を負ってしまったのです。今回はその怪我の容態、今季復活はあるのか、詳しい状況を調査しましたのでご紹介します。中日岡田俊也投手にアクシデントが発生したのは22日の楽天との練習試合に3番手として6回から登板した際でした。1手を奪ってウェイネ選手が打席に立つ場面で初球を投げた際に右足を大きくひねり痛めてしまい、そのままグラウンドに倒れ込みました。騒然となる球場となる中、コーチやチームスタッフがマウンド付近に集まり、10分以上その場から動くことができず、一度は担架も用意されましたが、うずくまって立ち上がることもできない状況。自力で体勢を変えることすらできず、グラウンド内に救急車が入り搬送されました。その一報はすぐに野球ファンの間で出回り、 SNS などを通し決定的場面の写真が出回り、大きく曲がった足首はあまりにもショッキングな画像で、衝撃を隠し得ないほどファンで SNS 上は溢れます。またその事故現場の動画も出回ったことで、苦痛に歪む岡田俊也選手の表情に多くのファンが容態を心配する声が上がります。そのニュースに一時はヤフーコメントランキングで1位となるなど、心配の声の多さがわかります。岡田俊也選手といえば、智弁和歌山高等学校のエースとして名を馳せ中日入りした剛腕で、智弁和歌山高等学校時代は1年春からベンチ入りすると、夏には県大会準決勝、決勝、甲子園に出場し、1年生で唯一のベンチ入りを果たすなど、全国にその名を轟かせます。その後も2年春夏と3期連続で甲子園に出場、背番号10ながらもエースとして活躍し、連続8強入りを果たします。2年夏の甲子園では3回戦まで自責点で4試合を投げて防御率 1.40 と好投し、チームのベスト8入りに貢献しました。3年夏は予選で32回を無失点44奪三振という内容で甲子園に出場しました。甲子園では体調不良により本来の投球ができない状況の中、初戦を完封で飾るなど不調に苦しみながらも甲子園では3試合37奪三振と存在感を見せつけます。その後の全日本選抜チームに選ばれ、日米親善高校野球派遣前に練習試合で大学生相手に3回無安打7三振無失点で好投し、全日本選抜のエースに選ばれます。智弁和歌山高校時代は異例の絶対的エースとしてマウンドを守り、監督の高嶋仁氏が例年複数投手制を採用する中、岡田のみは絶対的エースとして君臨した。そのためか、メディアから下級生時には高嶋監督の秘蔵っ子、最後の夏は夏の申し子と呼ばれました。スカウトも岩瀬仁紀2世と絶賛しており、ドラフト会議では菊池雄星を外した中日ドラゴンズから1位指名を受け入団。背番号は前年オフに MLB のアトランタ・ブレーブスに移籍した川上憲伸が着用していた11を受け継ぎます。その後2年間は1軍登板はありませんでしたが、2012年より1軍に昇格、2013年を飛躍の年とし、2017年にはワールド・ベースボール・クラシックの日本代表に選出されるなど活躍します。その後血行障害の手術に踏み切り、1年間治療に専念するなど間を空け、守護神として一定の成績を収めるなどしていましたが、ここ数年は調子を落としていました。先発として臨んだ昨季は2試合の登板で結果を残せず、6月12日の登録抹消以降はリリーフに再転向しました。今季はボールのキレを取り戻し、立浪監督2年目のチームが再始動する中で、その地位を確立するべく動いている最中の出来事でした。試合後の立浪監督は、まだはっきりしたことはわからないけどびっくりしました、動けないくらいですから相当の怪我かなと思うと心配そうな表情を浮かべました。その後の検査の結果、右大腿骨の骨折であることが判明、全治は不明で
今後については医師らとベストな治療方法を模索していくようです。ファンからは、試行錯誤の末にサイドスローに切り替え結果が出始めただけに気の毒すぎる。後遺症なくプレーできるまでゆっくり治療に専念するしかないね。お大事に。ラジオで岩瀬がサイドスローに転向することで怪我が起こりやすいって言ってたけど、これほどとは。岡田の状態は選手生命を脅かすほどの大怪我だし、年齢的にも引退がちらついてしまうと思うけど、なんとかグラウンドに戻ってきてほしいとコメントが相次ぎ、心配の声が寄せられました。その心配の声はもちろんチームメイトからも上がっており、小笠原慎之介投手もその一人でした。小笠原選手はアクシデントの瞬間を見ており、ひねった足首だけでなく痛がり方でただごとではないと感じ取った小笠原選手は、先輩である岡田選手の離脱に対し様々な不安を感じた様子でした。そんな不安を察してか、小笠原選手の携帯に一通の連絡が入ります。午前5時50分頃の話で、寝起きの小笠原選手への送り主は病院で寝つけない岡田選手でした。頑張れよ、見とくからな。小笠原選手は絶対に戻ってきてくださいと返信。岡田選手からは、時間がかかるかもしれないけれど頑張るわ、そう返信が返ってきたそうです。翌日の23日、右大腿骨骨折と診断された岡田選手は沖縄県うるま市内の病院で手術を受け、無事に終了したことを発表。大腿骨骨幹部制服固定術でした。事故から2日後の24日、田島慎二投手のインスタグラムにて、手術した岡田俊也選手のお見舞いに訪れたことを報告。田島選手は、無事手術が終わった俊也のところに必要なもの持っていくのと、ちらっと顔見たかったので福谷と駆けつけてきましたと記載。面会ルールが厳しい中、特別に一人だけならと許可もらい、迷惑かけない程度に一瞬だけ元気な姿見てきました。リハビリは前向きにやるしかないし、俊也なら大丈夫だろ、頑張れよ、みんな待ってる、と綴り、絶対復活します、と右拳を握る岡田選手の動画を投稿しました。それを見たファンからは安堵の声と激励のメッセージが殺到している状況です。この大腿骨骨幹部制服固定術は目安で、ギブスを外すまで最低でも1ヶ月は要するようで、半年はリハビリ生活を送らないといけないため、さらにシビアな感覚でボールを投げる投手が前線に復帰することを考えると、やはり今季は絶望的かと言わざるを得ません。今回の怪我がなぜ起こってしまったのかは、一部ではオーバースローから起死回生のためサイドスローへフォームを変更したことから、バランスを崩しこの事故が起きてしまったのではないかと言われています。何にせよ、肝心の岡田選手のファンに対して心配無用とばかりの笑顔を見せてくれたことが、一つ安心できる出来事だったと思います。絶対的エースがここで折れてしまうとは思えず、懸命なリハビリを経て必ずマウンドに戻って、中日の守護神としてまた躍進してくれる日まで変わらず応援していきたいですね。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。